恋よ。女心に火をつけ燃やす甘い言葉の嘘や偽りでこのようなことが打ち明けられようか。わしが二十歳、そなたが十六の祇園祭りの夜出会った時から一日も忘れた日はない。心が焼けるように恋焦がれていたのじゃ。この思い哀れと思うてくだされの、おかじ殿。藤十郎様、それは皆進化へ。あなたは京歌舞伎当代随一の誉れも高い立役者。それが人妻の私のようなものを好いてくださるとは。でもそれがまことならば、家事は三国一の家宝もの。嬉しゅうございます。一目逃れぬ離れの座敷、女泣かせの偽り芝居。妻という「三沢も捨てて」「ついてゆきたい」「地獄へなりと」どうせな。カジも父様のこと。おかじ殿、父様。おかじがそっとそばにある。昨日あんどんを引き寄せて、ふっと明かりを吹き消せば、あたり一面闇。許してくだされ。
不意に通話天下のご法度、とんでもないことを言うてしまった。心の奥に隠して耐えて忍んできたもの、忘れてくだされ。お菓子殿、何を今更。もう私の心は後戻りできませぬ。たとえスイカの苦しみも、死での三途の道なりと、火事は藤十郎様とならばいといませぬ。どうぞ抱いてくださりませ。芸のためなら命も懸ける。恋も仕掛ける、涙も流す。たとえ嘘でも恨みはしない。夢の人よが、メイドの土産。響く表花道。